ってるー。私この度人間に戻ることにしました。中川翔子です。私は痩せるって言ってるの。なのに食べるんだもん、美味しいんだもん、幸せ。最近半ば諦めかかってたんですよ、人生を。これじゃいけないと思って、だから人間に戻ることにしました。ということでですね、なんと今日は超深エステに来ました。イエーイ、こういう企画やりたかったんだよ。昨日もですね、カツカレーと焼肉とキビ団子とすごい食べましたよ。今日はお腹空いてるのにお腹が出てます。助けて、人間になりたいということでですね、こちらテレムスパレディさんでございます。すごく信頼のおけるもう美女な方にね、やっていただくのでよろしくお願いいたします。はい、お願いします。やったー、ゆきせって体が重たいです。何とかしてください。はい、お任せください。え、更新エステってどうですか、効果が。ものすごくあると思います。ものすごくって言いました。なかなか聞かないワード、ものすごく。はい、私のこの厄介な。ねえ待って、もう抑えると輪郭出る。ほら、どうしよう。ド M の中川さんにとっては今日たまらないかもしれない。どういうことですか。痛いですよ。痛い、痩せられるんだったら痛いも快感でしょ、それは。痛いんですか。お客様によるんですけど、フルライト結構ついてる方は痛いです。結構ついてます。実はこちらのクリニックレディさん、本来は男子禁制の禁断の巣ですので、おじさんたちです。ここまで、はい、なんで僕らが入れるのはここまでで、カメラだけセッティングして外に出ますので、ね、こういう企画をやれるのマジで嬉しいですよ。こういうことですよねえ皆さん。じゃあちょっともう本当に幸せご褒美ってことでよろしいですか。早速送信エステ痩せに行きたいと思います。トゥッツルー、嬉しい、嬉しい、ご褒美じゃん、こんな企画。はい、ということでですね、今洋服を脱いで豚さんが横たわってるみたいな、もうね幸せだってね、今すでに体がねあったかくなってるんですよ、下のところ。気持ちいい、もう気持ちいい。マジで YouTube やっててよかった。こういうことですよね、ご褒美で、ご褒美。今ビフォーの写真撮っときましょうってなって、撮ってもらったらサムギョプサルみたいだったよ、体が。いろんなマシンが出てきた、すごい楽しみ。ここから始めさせていただきます、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。背中から失礼いたします。ヒュー探しますよ。最初に吸引の機械から行っていきます。吸引、吸引です。吸引の機械が一番痛くなる機械でございます。いきなり良い機会、失礼いたします。お願いいたします。いや、すごい。うわ、もう手の力の説得力、これ絶対効くし気持ちいいって感じですよ。うひゃい、すごい。肩も凝ってらっしゃいますね。凝ってます。そうなんです。あ、もう分かる、手の力の感じで上手すぎるのが分かる一番痛いやつが一番いきなりってすごいですね。でもお背中は気持ちいいぐらいかもしれないです。行きます、失礼します。おお、なんかあったかい。そうです、この温かいのがラジオ波っていうもので、ラジオ波はちょっと脂肪をシュワーッと溶かすようなイメージの。溶かす、溶かせると脂身あ、でも確かに擦られてちょっと腰痛いもん。いてててて、でこの脂肪ついてるところが、いや、いて、痛いですね、痛いですね、感じるんですけど。え、脂肪があるところ。そうです。あ、だってちゃんとあるってことだ。いて今お尻の上のあたり、削られてる感じある。ちょっといて、いてって言っても緩めない、弱さがない、ダンス。いてエステなのでうるさくてすいませんけど、痛い。あ、確かに背中より尻、腰、肉があるっぽいとこが痛い。次、二の腕行っていきます。二の腕、脂身しかない。あ、痛い痛い痛い、この振り袖のところ痛い。痛い痛い痛い、ちゃんと痛いんだけど、痛い。なんて言ったらいいんだろう、この痛さ。ちゃんと痛い、ゴリゴリ言ってる。すごい、いや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 、いや、痛い。うわ、痛い。うわ、あー、脂身たちがいい目をあげてる腰の肉、最近浮き輪があるんです、謎の浮き輪が。うぎゃー、これ痛いってところはいらないやつってことですよね。そうです。背中も気持ちいい。ここ気持ちいいですよね、うん。この吸引の機械がちょっとこう持ち上げられてる感じ、わかりますか。あ、本当だ、なんか肉がね UFO キャッチャーされてる。こ
これ持ち上げながら新陳代謝とか血行を強制的に良くしているものなので。面白い、吸い込まれて上がってますね。すごい吸引力、画面越しでもう赤くなってるの分かるもん。これがすぐ赤みは1日で取れると思うので、おー、これが分かれてます。すごい、もうくびれがすごい綺麗。え、もう、すごい速攻性、すごい熱持ってる、擦られたところが。これがもうすごく燃えやすい状態になってます。いって、いって、うわー、でも吸い込まれてどっか行け、脂身、うっきゃー。こんな美人で華奢なお姉さんがすごいパワフルにゴリゴリやる。え、すごい、本当にすごいです、くびれ。そんなことありますさっき始まってですよ。触ってわかりますか、ちょっと。あー、ラインが違う。え、違う、こっちがカーブになってて、こっちがまっすぐズドンなの。本当にここある。ありますよね、ここがへこんでるところがある。ちょっとここから削りますので。やったー、すごい、こんな速攻なの？ちょっとびっくりしました。そんな言うてもって思ってたら。うわ、いってってって、左新しいから、いって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 、新しい方の脂身がマジでいって、うぎゃー、左のがいて、うぎゃー、大丈夫です、ちょっと下げますか。いや、お願いします、このままで。いってってって、効いてるっぽいと思う。いって、マジで痛い、うわー、二度腕やばい。いてて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 、わーわー、でも耐えてやる、キレンダルには行ったから。伴うのよ、痛い、うひぃ、あー、いててててててて、あーだだ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 、余分なの、これ。いてててていてていて。この後、キャビテーションっていう、メスの使わない脂肪吸引って言われているものを使っていきます。聞いたことあるぞ、キャビテーション。あります。これ全く痛くないです。痛くないのに痩せるのすごい最高。痛くないのに痩せるので、キャビテーションずっとありますね、エステ業界には。でもちゃんと効果あるんですか？効果ものすごくあります。これは、本当にすごいです。なんかひんやりするけど痛くない。はい、でちょっとずつ温かくなっていきます。これは固まった硬い脂肪とかを柔らかくしてくれるのと、ボコボコしてしまっているセルライトとかは滑らかにしてくれる効果があります。ボコボコでやんす。あったかくて気持ちいい。これはこれが一番眠くなっちゃうやつですね。やばい、あったかくて気持ちいい。これやばい、寝落ちすんぜ。あー気持ちいい、あったかい。だって昨日は大谷がトラウトから三振を奪いましたもの。かっこよすぎました。見ました？やばいですね。いや、ほんとかっこよかった、感動しましたね。昨日はカロリーのおかんって思ってました。意味わからん。背中マッサージ行います。気持ちいい。凝ってる日にこのオイルで指でやってもらえるやつ最高。気持ちいいですよね。めっちゃ気持ちいい、やばい。うわ、そこ行って、そこ行って、そこはリンパですね。リンパ痛いですよね、そこ行って。痛い痛い痛い、あれ、容赦がないお兄さんのS。ってかドSですよね。仕事の時だけ、仕事の時だけ。うわー、ミシン、うわカブラジャパンの推し選手誰ですか？吉田です。あー、ちゃんと見てるんですね。リンパが、うわ、肩甲骨やばい、はい、これは最高。お背中ありがとうございます。うわ最高。続いて足元を行ってまいります。やったー。足吸引強さはいかがでしょうか？大丈夫です。
あ、でも痛い、尻、尻、横の尻痛い、尻、尻、ここまで尻痛い、尻痛い、尻、尻、キリ、尻、尻痛い、はい、痛いです、痛い、うわ、痛い、あったかい、痛い、あ、痛い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 、マジで痛い、あ、痛い、内側痛い、内もも痛い、うわ、超痛い、超痛い、ところが、うわ、首浮かしちゃったぐらい痛い、お尻も上げます、お尻で上がりたいよ、痛い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 、ひー、上げる、すごい、お尻上がってる、ひー、あー違うぞ、ちょっとちっちゃい、こっちの方が、はい、ここの線が全然違う、すごいです、お尻当たりいきます、あげる、あげる、あげる、痛い、痛い、外側痛い、左側痛い、頑張れ私、ド M でも限界があるけど頑張れ私って、はい、じゃあこちら EMS 機械をさせていただきます、はい、はい、こちらの EMS の効果としては普段使わない筋肉の強化をしていくので引き締めっていうことも一緒にしていくんですけど、それを20分間行って1時間走ったのと同じ消費カロリーがあります、最高で、私たちの会社では全員足裏から背中お腹全身を行っていくので、内臓のツボの刺激もしていて内側から痩せやすいっていうのもしていきます、やった、はい、ゴリゴリにやってください、ボリュームマックスでさせていただきます、マックスでお願いしますやったこのヒートマットでくるまれてるんですけど、この最初にやった吸引とかキャビテーションとかでセルライトとかを分解したものが汗として排泄していくので、なるべく汗をかいていただけたらと思います、汗をかいた方がいいんですね、はい、20分間よろしくお願いいたします、ぶつけた、足なくなりました、すごいよ、ちょっとビフォーアフターの写真撮ったの見てくれる、ちょっとここの無駄肉のところがちょっと細くなった感じがするんですよ、実際に、え、すごくない、ガチで痛かった、この代謝の悪い私があんなに汗だくになったでしょ、こりゃ効くぜ、いや、びっくりした、すごいね、ちょっとびっくりしました、鏡見て、あ、すっきりしたってなったんですよ、で、中さん、これちょっと藤田さんに、藤田さん、はい、あのド S 対ド M の攻防でド M 敗北、ド S 勝利、はい、キリシー、キリシー、キリタイ、相手内側相手、あの、いけって言っても一切緩めない、ありがとうございました、ありがとうございました、でもちなみに、はい、中川翔子の体どういう状況ですか、肩こりがあるのと滞りがあるのとちょっとセルライトが部分的についてしまっていたのでそこをちょっと痛いと言われてもひたすらすごい、本当にすごいですよ、こんなにこうユリの花みたいな人なのに痛いですよねって言ってゴリ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 笑顔で、すぎゃーすごいです、プロ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 、私ショップの名刺いただきました、この気満々です、いや、来る気になりました、なんかもう意識を取り戻しました、ちゃんとなんかもうしょうがなくないとかって諦めてた自分が喝を入れられた感じですよ、皆さんに本当にありがとうございました、目が覚めました、人間界の空気やっとちょっと吸ってるって感じ、はい、ということでスリムスパレディさん、なんかこんなに速攻性の感じられる送信エステを体験できて本当に良かったです、ありがとうございました、皆さんもぜひ来てみてください、私もちょっとこれ来るよ、あとはぜひこれがおすすめだよっていう効果のあったダイエットもコメント欄に書いてください、私を人間に戻してください、チャンネル登録高評価よろしくお願いします、またね、あれでで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 、あわわわわわ、おおおお、いけー、あんた、いけー、いけー、ありがとう、よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。